曹洞宗大本山永平寺は雪の除夜を迎えました。北陸でも9年ぶりという大雪です。力強く打ち出される鐘の音もこの雪に吸い込まれていくようです。深い雪と七道伽藍を包む寒気は禅の修行道場としての永平寺をひときわ厳粛なものにしています。一台ひと月ごとの鐘の響きの中に御仏が生まれ、そしてお迎えします。道元禅師がこの山を開いた頃の鎌倉時代、世は戦乱に明け暮れていました。また真夏に雪が降り、秋には暴風雨が荒れ狂うという天変地異に見舞われ、人々は大飢饉に苦しめられました。こうした末法の世にあって、禅師は人々の心の荒廃を救うため、ただひたすら座禅に努め、己自身も見つけよと説きました。雪明かりの中で若い雲水がつく鐘の音は750年という歳月を超えて深い祈りの世界に響き渡ります。混迷と不信の昭和51年も終わろうとする今、変わらぬ平安を願う永平寺の除夜の鐘は私たちの心に迫るのです。